天皇杯全日本サッカー選手権大会決勝ゼロックススーパーカップに続き、この年早くも3度目の対戦となった8節のアントラーズ戦は白熱した点の奪い合いとなった。前半2点を奪われる苦しい展開。27分、伊藤のクロスにアレックスが合わせ1対2。その直後、アレックスの突破に苦しめられた奈良橋が2枚目のイエローで退場。数的優位に立ったエスパルスは左サイドのアレックスを起点に次々とチャンスを作る。後半27分、アレックスのクロスをバロンが流し、安永が同点ゴール。29分には市川のクロスをアレックスが押し込み3対2。後半38分、斉藤が退場。3対3、試合は延長戦へ。延長前半6分、市川の突破を阻んだ柳沢が2枚目のイエローで退場。延長後半4分、ディフェンダーをなぎ倒すバロンのヘッドで V ゴール。9節、首位攻防のダービーマッチは2002年 FIFA ワールドカップの会場となる静岡スタジアムエコパのこけら落とし、そしてサポーターが選ぶベストマッチ第9位。5万3000の大観衆が見守る中、互いの持ち味を出し合う好ゲームを展開した。斉藤を出場停止で欠くエスパルスは戸田、森岡、古賀というディフェンスラインでジュビロの攻撃を封じる。0対0で90分を終了。延長戦に入っても白熱した攻防が続く。延長前半14分、平松の V ゴール。8節まで21ゴール、無敗の快進撃を続けたジュビロに会心の勝利。
3連勝で迎えた11節のレッズ戦は、入団6年目のゴールキーパー羽田の J リーグデビュー戦となった。序盤はレッズペース。しかし初出場の羽田が落ち着いてゴールを守る。後半エスパルスが徐々にペースをつかんでいく。しかし得点には至らず90分を終了。延長後半9分、山崎のスルーパスに横山、V ゴールで4連勝。しかし首位ジュビロとの差は徐々に開き、その後2連敗したエスパルスは4位でファーストステージを終えた。1勝2敗で迎えたセカンドステージ4節の F マリノス戦。前半17分、沢登りのヘッドで先制。その後はエスパルスが完全にペースを握った。後半9分、久保山のゴールで2対0。さらに11分、沢登りがヘッドでこの日2点目を決め、F マリノスを突き放した。6節セレッソ戦、7節ガンバ戦で共に4得点を挙げ連勝したエスパルスは、8節ヴィッセル戦でも攻撃力の高さを見せつけた。バロンのハットトリックなどで大量6得点。しかしセカンドステージは失点も多く、アントラーズとジュビロとの優勝争いからは一歩後退した。7勝6敗、13節を終えて8位のエスパルスは14節、下位に低迷するアビスパに2点をリードされる。後半、帰化申請が認可された日本人プレーヤーアレックスを起点にエスパルスが攻勢に出る。後半21分、沢登りのゴールをアシストし1対2。さらに43分にはバロンに合わせて同点。延長前半6分には右サイドを駆け上がる平松に絶妙のタイミングでスルーパス。 V ゴールでアビスパを下した。